ようそろー宣教の港へようこそ。このお話はインドで宣教の働きをした宣教師エミー・カーマイケルの物語です。宣教師は出て行け、子供さらいたちは出て行け。少女がイエス様を信じて出て行ったことに怒った村人はこの学校とエミーたちの家を焼き、宣教師たちを追い出しました。この少女も家に帰されました。学校と家は焼かれてしまったけれど、教会は大丈夫でした。これから神様がどうされるのか見せていただきましょう。半年が経つと少女がまた教会に逃げてきました。そして彼女の村の男性や少年たちもイエス様を信じると告白し、1899年に最初の洗礼式が行われました。しかしまだ迫害の残るグレートレイク村での働きはできなくなりました。エミーはアンクラウンドキング村というところで3人の宣教師と6人のインド人クリスチャンと一緒に伝道を始め、チームで伝道旅行に行きました。そこにアルライという一人の少女がいました。生きておられる神様が虎のような私を羊に変えられました。私は怒りっぽいんだけど、本当に人は変わるの？生きておられる神様にできないことはないのよ。イエス様を信じたい。私も変わりたい。アルライ、イエス様があなたを愛しているように、私もあなたを愛しています。エミーさん、私は生まれて初めて抱きしめられました。とっても嬉しいです。この少女はそれからエミーのところで生活するようになりました。エミーはドノバーというインドの一番南の地域に引っ越して伝道しました。しかし村人は白人の子供さらいがやってきたと子供たちを脅かしました。この頃のインドではヒンズー教の寺院で仕事をするために4歳から5歳の女の子を親が売りました。人々は子供は神の妻になると言って喜び歌って踊り、女の子たちはきれいな服を着て大きな車に乗せられて寺院に向かうのです。なんか怖い。寺院の中ってどんなところなのかしら。神の妻になるってどういうこと？怖い。だんだんと寺院に近づき、ついに少女たちを乗せた車はゆっくりと大きな扉の中に消えていきます。そしてギーボタン、怖い怖い。暗い寺院の戸が閉じられると少女たちは怖くて叫び声を上げました。この幼い少女たちはこれから死ぬまでお坊さんの手伝いをして寺院の中にいなくてはならないのです。奴隷になって掃除、食事作り、洗濯などお坊さんのお世話をします。休みなく働き、食べるものは貧しく、従わないとひどい虐待を受けました。少女たちのうちの一人プリーナはそういう生活が嫌でこっそり寺院から逃げ出しました。何度も転びながら必死で森を抜けて2日かけて家にたどり着きました。お母さん、お父さん、助けて、プリーナよ。プリーナ、逃げてきても家には入れられないの？寺院を逃げ出すとは悪い子だ、来い。いや、母さん、助けて。やっと家にたどり着いたプリーナですが、この後どうなってしまうのでしょうか。この続きはまた次回、宣教の港で。ようそろー。御言葉の蔵。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。詩編40編8節。言葉の意味。私は御心を行うことを、とはイエス様を信じている私が神様の願いを
行うことをということ、喜びとします、とは私の喜びですということ、あなたの教えは、とは神様の御言葉はということ、私の心の内にありますとは、私は心に覚えていますということ、我が神、私は御心を行うことを喜びとします、あなたの教えは私の心の内にあります。詩編40編8節。お話の家、キリストの学び屋へようこそ。しっかり学んで主の武士になりましょう。皆さん頑張りましょうね。はーい。シリーズ聖書を読むの今回は2回目です。学びの時間です。前回は聖書が旧約聖書と新約聖書に分かれてるっていうことをお話ししましたね。今日はその中の聖書のモーセ五書っていうのをちょっと一緒に見たいと思います。モーセ五書、モーセさんが書いた5つの本です。でもモーセさんがいつ頃生きてた人なのかっていうと、紀元前1450年ぐらいの方なんですね。じゃあ創世記の最初、この世界を作った時とか、ノアの箱舟だとか、バベルの塔とか、そういうお話はモーセさんは見ていません。見てないのになんで書けるんでしょうか。それは聖霊なる神様が力を与えて書くことができるようにしてくださったんですね。聖書にはこういう言葉があります。聖書はすべて神の霊感によるもので、また別のところでは、予言は決して人間がもたらしたものではなく、聖霊に動かされた人によって書かれたということがあるんです。でここにあるように、聖霊が、まあ、霊感がとかって書いてますよね。一体霊感ってどういうものでしょうか。それはこの神様が、聖霊なる神様を通して私たち一人一人っていうか、まあ、この聖書を書いた人に働きかけて、こういうことを書くんですよって教えてるんです。でもそれが例えば、私はこう言います、こう言いますっていうような感じで、誰かが言われたのをそのまま書くんじゃなくって、多分なんか映像みたいなものを見せてもらって、それをああこういうことかって言って書いてるんですね。もちろん神様が映像みたいなところで光をあれとか言って、あ光をあれって書いてるかもしれませんけど、そういうイメージを持って一人一人書く人の個性も使って一生懸命文章を考えて書いてるんです。そしてその書いた人がもし間違ったら大変でしょ。だから聖霊なる神様が間違ったことを書かないようにちゃんと守ってるんです。だから聖書の元々のヘブル語やギリシャ語で書かれたものは何一つ間違いがないんです。神様がしっかり間違わないように見て書かれてるからです。それでモーセさんは自分が見たこともないことも全部神様の言葉を書くことができました。でもモーセ五書だけじゃなくて、聖書すべては神様の霊感によって書かれたんです。この聖書は神様の本だ、神様の言葉なんだ、このことをしっかり信じてください。では次回また学びましょう。前回は聖書を祈って読むっていうことを学びましたけど、これが神様の御心だって言ってね、神様の願い分かりますか。分かんないよ。そっか、じゃああなたもライ君と一緒に考えていきましょう。今日のお話は、聖書を読む2、神の御心に従うダビデの巻。ダビデが王になったと聞いたペリシテ人たちは、ダビデをやっつけようと思ってね、このイスラエルの国に攻めてきました。でその時
ダビデはどうしたでしょうか。お祈りしたのかな。そうです、お祈りしたんです。そしてね、お祈りして神様が戦えって言われたんで戦ったら大勝利しました。するとまた今度ペリシテ人がラファイムの谷間っていうところから出てきたんです。でその時にダビデはどういうふうにしたでしょうか。神様がね、こういうふうに言ってくれたんです。では聖書を読みます。第2サムエル記5章23節24節そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた。登っていくな。彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を撃つためにあなたより先に出ているから。さあ、すごいことなんか書いてます。今ここで神様どんな風に書いてた。登っていくなって。うん、後ろからとか林から戦えって。うん、神様が先に戦ってくださるってすごい。そうだよね。お祈りをして神様に伺うと神様がちゃんと勝利できるようにしてくださるんですね。でも私にはダビデ王のように神様の声は聞こえない。そう、だから分かんないんだよ。そうだね、ダビデの場合は神様が直接お返事してくれたけど、神様の声はなかなか聞こえないよね。だからね、聖書を読むときにこう読んでたら、あ、ここかなっていう言葉がパッてね浮き出てきたり、またはいつも読んでるとこなのに、あ、こんなこと書いてあるって発見したり、またあ、これがもしかしたらお祈りしたのの答えかなって言ってね、わかるようなことがあるんですよ。あなたも神様をね、神様の御言葉を読んだ時に、あ、これが神様の願いかなとかってわかることありますか。僕、そういうことたまにあるかな。俺はないな。だから神様が絶対答えがあるぞと思ってもう決めて読んでいくときに神様が分かるように教えてくれるんです。でもね、時々は聖書を一生懸命読んでもなかなか神様の御心、願いが分からないことがあります。例えば何週間とか何ヶ月もかかる場合もあるかもしれないよ。何ヶ月もっていうのは耐えられないな。イライラしちゃうかも。そうね。でもあなたにも忘れてほしくないのは、神様は何でも知ってて何でもできる方なんです。そしてあなたのことをとっても愛してるんです。そしてもしその神様があなたに神様の願い、御心を教えてくれないとするならば、あなたに問題があるかもしれませんよ。俺が悪いのか。どんな問題があるのかな。一つ目はね、私たちが神様に従わないっていうことです。神様がこうやってくださいって願ってるのに、私たちがもう絶対従わないって決めてるときは、神様はそのことを教えてくださらないんです。例えば神様があなたにお友達にイエス様のこと話してほしいと願ってるとしても、あなたはいやいやいや恥ずかしいし勇気ないし無理と思ってたら、そのことを話してくれません。そして神様は私たちの心が変わるまで答えを出さないでずっと待たれるっていうことなんですよ。俺たちの心が変わる時まで神様は話さないんだ。私たちの心はどうやって変わるの？例えばね、人がイエス様を信じてなかったら恐ろしい永遠の滅びに行っちゃうんだよっていうこと、はあ、本当なんだっていうのを感じた時、そういう時に神様があなたはあのお友達にイエス様のことをお話ししませんかって言われたら、
はい、わかりましたって従うことができるんだよね。だからそういうふうに変わった時にはそのように神様がチャンスを与えてくれます。俺も神様信じてほしいやつがいる。僕もいるよ。私も。そうだね。そしたら本当に伝道するって、イエス様のこと伝えるって大切なことだから、そういう時にははいって従う心を持つといいですね。二つ目はね、神様の御心を行うのを訓練として、神様がこのされる時はなかなか返事がない場合があるんですよ。例えばお友達や家族の問題がいろいろあったとします。そしてどうしていいか分かんないよって言ってね、イライラしたりとか、ね、なんで神様こんなんなんだろうって言ってね、神様に文句言うことないですか？あるよ。神様意地悪だなって思う。そうだね。その神様の訓練ってまあちょっと難しい気もします。何も分からなくても従うってとても難しいよね。でもね、アブラハムさんはどこに行くかわからないのに出て行きなさいって言われたし、またモーセはイスラエルの民を導きなさいって言ってもう突然言われちゃったり、またペテロは異邦人に伝道しなさいとかって言われた。でも彼らがなんではいって従うことができたかっていうと、実は彼らは神様は本当に素晴らしい方だ、僕たちのこと私たちのこと愛してるんだ、意地悪なんかしない、そのことが分かってるから、はい分かりましたって言って従うことができるんですよ。神様は素晴らしい真実な方なのに意地悪すると思いますか？それはないな。そうね。だから私を愛してくださる神様、神様の御心を教えてください、私はあなたに従いますよ、その心を持っていると神様はあなたに御心を教えてくださいます。祈って聖書を読んで御心が分かったら従いますよってその気持ちを持っていると、神様は御言葉を、ね、聖書の言葉を通してあなたに教えてくださいますよ。聖書読むのなんかワクワクしてきませんか？ワクワクしてきた。ではお祈りします。愛する天のお父様、神様は聖書を通して私たちに語ってくれます。でも時々私たちがいやいやこれは嫌だあれは嫌だとか考えてると、神様は御心を教えてくれません。どうか私たちが聖書を読むときに、神様あなたの御心を教えてください、教えてくださったら私は従います、そしてそれができるように助けてください、このように祈ることができるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の指令書一つ。モーセは体験していないことをどのように書いたのかな。一つ。なぜ神様の考えやご計画を知ることが大切なのかな。一つ。神様の考えやご計画がわからないとき、どんな理由があるのかな。本当に神様が伝えたいことは何なのか、祈って聞いてみよう。次回、聖書の学び屋でまた会いましょう。ごきげんよう。我が神、私は行うことを喜びとします。あなたのは私のにあります。詩篇40編8節。つまりイエス様を信じている私は神様の願いを行うことが喜びです。私は神様の御言葉を心に覚えています。ということ分かったかな。
どんな時に神様の願いがあなたの喜びとなるのか、わかったかな？我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。詩編40編8節。御言葉の蔵。